日本代表 MF、久保建英が所属するビジャレアル、現地時間14日、1名に新型コロナウイルス、陽性反が検出されたと発表した。クラブの公式サイトで伝えられている。今シーズンのリーガはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見中、クラブの発表によると、10日に、選手、スタ、トップチームの選手と接触のある者に、PCR 検査、血液検査を実施したという。その結果、1名に非反応が検出されたと発表されている。なお、非が確認された者の名前などは発表されていい。陽性が確認された1名に、症状はなく、現在は宅で自己隔離されているという。この1名の情をプロトコルに従い、クラブのメディカル部、ラリーガ、保健局が管理しているという。区部は今週末にも再びウイルス検査を実施すとしている。両。